さんこんにちは、永井です。いやもうね、12月も、下旬に突入して、釣りに行く機会もこうめっきり減ってるじゃないですか。で、釣りに行かない期間ですね、竿はしまっておくわけですよね。皆さんは竿をどうやって手入れしてますか？そういうわけで今回は竿の、あくまで私のですけど、竿の手入れ方法をちょっと動画にしてみようかなと思っております。あくまでですね、私のやり方なんで、竿のメーカーが推奨してるやり方とは違うかもしれませんけども、それはどうでもいいとして、僕のやり方をちょっと紹介したいと思います。で、まず、準備するものは濡れたタオル、あと、これ乾いたタオルですね。それからこれはですね、マイクロファイバー的な名称を忘れちゃいましたけど、ふかふかのやつ、傷拭いても傷つかないっていうやつですね。100均ので十分です。これはこれ1枚あります。で、あとこれはダイワのロッドガードっていうムース状の、竿を拭くやつなんですけど、これを使うんですよ。でもこれね、古いでしょ。このダイワのロゴがまず古いでしょ相当古いもんなんで、ちゃんとしたね、効果が今でも得られてるのかって言ったらちょっと分かんないです。ただこれも使ってます。まだもうちょっとだけ残ってるんで、これ使います。で、竿、今回はこのダイワの流派、これをちょっと磨いていこうと思うんですけども、僕の場合はだいたい2回3回に1回ぐらいのペースで、2、3回に1回のペースでこれを使ってるわけですけども、で、これ使ってない時はただ水拭きして、空拭きして、乾かして終わり。じゃあまずこれを使ったやり方をやってみますけども、皆さんね、釣りガチ勢だと思うんで、手入れは余念がないと思うんですけども、正直皆さんがどうやってやってるかってわからなくないです？なので今日はちょっとガチの方からしたらそれじゃ甘いよって言うかもしれませんが、私はこれで破損した竿っていうのはございません。ダイワのね、昔の A 波に関してはあれは使い方が悪かったかな、それでちょっとヒビ入っちゃったんだけど、マルチもちゃんと全部出して、はい、ちょっと今全部出したんですけど、ちょっと見えないから全部映すか、はい、これで、全部出したわけですが、まずはこれ濡れタオルで水拭きします。これ一番元竿を拭いて、柄の部分、グリップのとこもちゃんと拭いて、でね、で拭いたら僕はすぐ乾いたタオルで一回拭き上げます。こうちょっと見づらいね、どうやって取ったら見やすいかな。これ濡れタオルで拭いて、ちゃんとこの継ぎ目のとこも拭きますよ。で、乾いたタオルで軽く優しく拭き上げます。こう、でこれを全部やっていくわけですね。で、全部終わりましたらこれ使うんですけど、私はこのマイクロファイバー系のこれに直接ですね、こうシュッと軽くこういう泡状になりますんで、こうやってつけて、それでこう全体的にっていうか、このグリップのとこは拭かないです。これはこうやって拭き上げます。はい、でちょっと画面じゃ分かんないと思うんですけど、これ拭いた後、これで拭いた後ってうっすらちょっと濡れた感じがあるんですよ。このムースで濡れた感じがあるんで、それは今度この乾いた面でまたこれちょっと拭き上げる。そうするとピカピカになります。で、同じようにこれ全部やっていくわけですけども、注意点はここには塗らないっていうことですね。はい、ここを滑り良くなっちゃうと大変ですから、はい、言わなくても分かると思いますけど、で拭いてと、で
これが一番私的なオーソドックスなやり方なんですが、どれぐらいだろうな、あんまり数えちゃいないですけど、5、6回に1回ぐらいの割合で、5、6回使うごとにですけど、私はもう1回特殊な処理をします。っていうのはフッ素加工、これ見えるかな、ちょっと見づらいと思うんですけど、これフッ素革命っていうやつで、家で手軽にこういう釣り竿とかフッ素で加工することができて、ほんとツルツルになってピカピカになります。でこれは概要欄の方にちょっとリンク貼っとくんで、よければ見てみてください。でこれの使い方なんですけど、同じように最初は全部これ水拭きして空拭きしてください。水で拭いて少しこう優しく空拭き、はい、そしたらですね、このフッ素革命にはこのフッ素のスプレーとなんか白い液体です、あとこれスポンジが入ってます。スポンジと、さらにもう一枚、これは車のなんか洗車の拭き上げとかに使いそうなマイクロファイバー系の布が入ってます。はい、この3点セットなんですが、私の場合はですね、このフッ素革命、このスプレーをスポンジの方に直接シュッ、ね、ワンプッシュ、2プッシュぐらいしてうっすら染み込ませてます。そしたら竿の方に、表面こう優しく、本当に力使わないでちょっとね、面を変えながら優しくこうやって塗っていきます。これも同じように継ぎ目には絶対塗らないでください。だいぶロッドガードよりも塗っちゃいけないです。これは本当にスベスベになるんで、もう竿が固着しなくなります。節落ちの原因になります。で今これまんべんなく塗ったんですけど、塗った感じちょっと分かんないんで、見た目じゃ分かんないんであれですけど、これもうっすらですね、湿り気が今出てる状態で、この状態で、またこの付属のやつ、これでこう拭き上げると、こういう感じですね。で節ごとにこうやって塗って、でこう優しくこうやってこう撫でるような感じで、おー、あぶらぶら、こう撫でる、はい、こうですね、竿をくるくる回しながら、これ全体的にこうやって継ぎ目以外のところに馴染ませると、はい、そしたらこれで優しく拭き上げます。こういう感じの加工をしてる方は分かると思うんですけど、すっげえスベスベになるんですよ。ほんとピッカピカになるし、汚れも防止するし、撥水効果もすごいんで、これはですね、おすすめでございます。で毎回毎回やりませんよ、これは。ロッドガードは2、3回に1回の割合で、フッ素革命を使うのは5、6回も数えてないですけど、大体そんぐらい、スベスベがね、だんだんなくなってくるんで、それなくなってきたなって感じたらこれを使います。でこれ、せっかく出したんで全部やりますけど、ここは早送りで、そういう感じで今全部拭き終わりましたんで、これでもうしばらくはピカピカ状態です。牛歯、これかっこいいですよね。わかるかな、いつもねこれピント合わないのよね、合ってるのかな。汚れが結構ひどかったりしたら、直接水洗いとかして陰干ししたりするんでしょうけど、私はねちょっと子供がいるんで、いつ子供が倒しちゃうんじゃないかっていう恐怖があるんで、そういうことはしないです。であくまで今日やってるのは私のやり方なんで、これ見ていただいた方でもっとおすすめ方法とか、
これ使ったらもっと綺麗になるとか長持ちするとかあればですね、ぜひコメント欄で教えていただければ、ちょっと私もトライしてみたいんで。やっぱ竿高いじゃないですか。高いからやっぱりもう綺麗に大事にですね長く使いたいわけなんで、竿の手入れはどんなに面倒くさくても帰ってきたらその日のうちにやるようにしてます。はい。でまあやってる人はやってると思うんですけど、このここね、尻栓入れるとこ、ここの部分も案外汚くなってるんで、濡れタオルでこう入れてグリ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 やると結構黒くなったりします、ネジ穴とかね。でそういう感じで私はやっております。これフッ素革命ね、本当にいいんですよ。釣り竿だけじゃなくてフライパンとかそういう調理器具にも使えます。私なんかはキャンプもやるんで、クッカー類鍋の内側とかにこれ使っておいてフッ素加工しておけば、これ拭き取らなくてもちゃんと調理する時にそのまま食べちゃって大丈夫なやつなんで安全です。で用途はいろいろあるんで、気になる方はこれちょっと購入してみて使ってみたらいいと思うんですよ。ステンレス、アクリル、陶器、ガラス、石材などの素材、コーティングした面は、自然劣化はなく摩擦でしか剥がれない。ということはこれ塗ってオフシーズン保管しとけば絶対剥がれないってことですよね。こすんなければ。汚れ防止、光沢、撥水って書いてますね。工場でしかできなかったコーティングが家庭で簡単にできるようになりました。というわけでこれが私の、渓流竿の手入れ方法でございました。いかがだったでしょうか。ずっと使ってない眠ってる渓流竿もたまーに引っ張り出してみて、まあこういうことやったりするわけですね。たまーにですけど、普段使うやつは普段からやってますけど。最後これね、尻栓この部分もちゃんと最後水拭きでこう綺麗にしてね、こうピカピカにしてね乾かすと。というわけで冬長いの渓流竿の手入れ方法でした。ありがとうございます。